花火の下の食事。何かを見物しながら食事をするという例はたくさんある。芝居を見ながら弁当を食べる。野球を見ながらビールを飲み、ホットドッグをかじる。ボクシングを見ながら鶏そぼろ弁当を食べるというのはちょっと無理か。鶏のそぼろはこぼれるわ、試合の運びはわからないわ。花火を見物しながら食事をするというのもこれに似ている。花火は一瞬が勝負だ。うつむいて飯なんか食べていたら花火はあっという間に消えてしまう。8月13日東京湾大花火祭というのを見に行った。今年ですでに7回目。夜の7時から8時20分までの80分間に1万2000発の花火が切れ目なく打ち上げられる。80分間で1万2000発だから実に1分間に150発が打ち上げられるわけだ。30秒に75発。とても飯なんか食べているわけにはいくまい。しかしたくさんの観光会社が飯付きの花火見物を企画している。そのうちの一つ、東京湾大花火祭とディナークルーズはお一人様12,400円。さあどういうことになるのだろう。花火を打ち上げる場所は晴海ふ頭および晴海沖合に浮かべた2線の台船。1万2000発の花火台は誰が持つのかというと、主催東京都中央区朝日新聞社とあるから、この2社がその大部分を払うのだろう。クルーズは花火の真下近くまで行く。これまで花火は遠くからしか見たことがないが、真下から見る花火はどのように見えるのだろうか。この花火大会は雨天の場合は中止になるが、その場合でも花火なしのクルーズは出航する。その場合の費用は7800円だ。その差額4600円が花火代と考えられる。1万2000発が4600円だから1発38銭ということになる。 JR の浜松町からクルーズの出る日の出桟橋までの道は花火見物の人手で埋まった。浴衣ブームとかで浴衣姿の娘もたくさんいる。最近の浴衣は濃い紫や茶や黒いのまであって、暑苦しく下品な感じさえする。若い娘たちは浴衣の着方を知らない。それをおばさんたちのグループが酷評しながら歩いていく。あれまああんなに襟を抜いて、あれまあ帯があそこじゃまるでチャンピオンベルトじゃないの、あれまああの格好でござでも持たせりゃまるでよたかだわ。何しろおばさんたちの言ってることはすべて正しく、非はすべて娘たちにあるので、おばさんたちは意気健康だ。6時30分、収容人員200名ほどのレストラン船は日の出桟橋を出港。テーブルには乗船前にすでに料理が並んでいる。伊勢エビ、スモークサーモン、テリーヌ、ホタテゼリー寄せなど、パーティー料理と結婚披露宴料理をミックスしたようなものだ。飲み物はビール、ワイン、日本酒などが飲み放題。ひとしきり飲み食いしているうちに、船は沖に出て、7時ちょうど最初の一発がドドーンと打ち上げられる。食事をしていた乗客たちはそれっとばかりにテーブルを離れて会場のデッキに駆け上がる。真下から見る花火は実に大きい。ひゅるひゅると素早いおたまじゃくしのように上空高く登っていって、止まったと思った次の瞬間、ドドーンと腹に響く音がして、色とりどりの火の花が直径100メートルほどの広さにパッと広がる。観客は
直径100メートルの火の傘の下にいる。火は手で目を覆うほどまぶしく、音は胸を銃で撃たれたようにズシーンと響く。ドドーンの音とともに鼻が開いた瞬間、誰もが何かしら声を上げる。この壮観を目の当たりにして、黙っているわけにはいかないという切羽詰まった気持ちになる。声を上げると言っても、何万ダブとかの陰気な声ではなく、うわーいとかすごーいとかキャーとかの感嘆詞だ。中には感動とびっくりが一緒になって、ドギャーとかウゲハーとかズダガマシーとかウニャハラヒーとかのわけのわからない叫び声を上げる人もいる。音と火と光のるつぼの中で、誰もが興奮を押しとどめることができない。音の大きさ、光のまぶしさ、花火の輪の大きさ、火の粉が降りかかってくるような臨場感は、真下ならではのものがあって、ちょっとしたカルチャーショックといえるものであった。12,000発の中には、明らかにバツナギ的、時間稼ぎ的、そんなに値段の高いものばっかあげられないんだかんね的な花火も時々混じる。と思った次の瞬間、いきなりドカドカ、どこどこ、バチバチ、どんどんというド派手、ド巨大、ド連続の大物を立て続けに打ち上げたりして、構成、演出にも気を使っていることをうかがわせる。花火がふと止むと、上空には火薬の白い煙がたなびく。その上に真夏の夕空、そしてその上に微動だにしない8月の白い月。海面を渡ってくるそよ風。8時20分、最後の一発がいかにも最後を思わせて、ドドーンと気だるく鳴り響いて、辺りは急に静かになった。人々は慌ててまた開花のテーブルに引き返すと、あと10分となった持ち時間をいかに有効に飲食に充当させるかに腐心するのであった。さっきの花火は花火、これはこれ、とどの人も立ち直りは早いようだった。